お疲れ様です、えー、私の使っているこの移動平均線なんですけども非常に特徴的でですね、えー、このアリエーターっていうのを使ってますでそれぞれ日数が5日8日13日ということになってますねで色の設定なんですけども、えー、ライムつまり緑が5日ででレッド赤がですね赤になってます赤赤があこちらですね で、えー、ブルーが長期になってます。短期、中期、長期という感じで並んでますね。はい、これでよろしいでしょうか。表示選択一応しておきましょうか。こういう風になってます。はい、もう一回パラメータを戻します。このようにね、5日、8日、13日、表示移動を3、5、8と区切っております。これで見ていただければ、私と同じように移動平均線を見ることができると思います。